B.J. トーマスはアメリカ合衆国のポピュラー歌手。1960年代から1970年代にかけてチャート1位を獲得するヒットソングを発表したことで知られる。オクラホマ州、ヒューゴー出身。B.J. トーマスはオクラホマ州、ヒューゴー出身でテキサス州ヒューストン周辺で育ち、同州、ローゼンバーグのラマー統合高等学校を卒業した。 ソロ活動を開始する以前、トーマスは10代で教会の聖歌隊に参加しており、その後音楽、グループ、ザ・トライアンフスに参加していた。1966年、B.J. トーマスとトライアンフスは、アルバム、i a m So l o n s o m I Could Cry をリリースした。このアルバムには、ハンク・ウィリアムズのヒット曲、泣きたいほどの寂しさだのカバー版がフィーチャーされた。同年、トーマスは、 同名のソロアルバムもリリースした。1968年にはシングル曲フックとオンアフィーリングのリリースにより再び音楽シーンでの成功を収める。この曲はエレクトリックスタールの音がフィーチャーされているのが特徴でアルバムオンマイウェイからのシングルカットであった。1969年の映画明日に向かって撃ての主題歌としてトーマスは バート・バカラック作曲、ハル・デイ・ビッド作詞の楽曲、雨に濡れても歌い、同曲は1970年1月にビルボードホット100チャート1位を記録した。この曲は同名のアルバムにも収録されている。この他の1970年代のヒット曲としては、君を信じたい、ロックンロールララバイ、アウト・オブ・タウン、喜びのハレルヤなどがある。1975年、トーマスは、 アルバム、リユニオンをリリースした。このアルバムに収録されていたのが、彼の2作品目のチャート1位を記録する、ヒットシングルとなる曲、心に響く愛の歌である。トーマスはこの曲で1976年度のグラミー賞ベストカントリーソング部門を受賞した。ABC レーベルにおいては彼はこの他に、ソングス、ドンとウォーリーベイビーなどの曲でチャート入りしている。 トーマスの1980年代の主要な楽曲には、ツーカーガレージ、ホワットエヴァーハップンドツーオールドファッションドラブ、ニュールックスフロムアンオールドラバーなどがある。そして彼は、愉快なシーバーヤのテーマソング、アズロングアズウィーガットイーチアザーで新たなヒットを記録した。この曲アートに、イギリスの歌手ダスティスプリングフィールドとのデュエットバージョンも収録され、 愉快なシーバーや第4シーズンに用いられた。この曲の初リリースは、1985年のアルバム、スローイングロックスエイティーザ・ムーンにおいてであった。2012年12月のトーマス・トーマスは2冊の書籍を執筆しており、映画、ジョリーで主演を務めている。また、コカ・コーラ、ペプシなどいくつかの企業の CM ジングルに、トーマスの声や音楽がフィーチャーされている。近年では、 トーマスはコンテンポラリー、クリスチャンミュージックの分野で新たなファンを獲得している。2002年、トーマスは1980年代末以来となるシングル、You, Call That, A Mountain でチャート入りを果たした。2007年10月には新曲のみで構成されたアルバム Love to Bone をリリースしている。2021年3月23日、 自身の Facebook でステージ4の肺がんであることを公表。5月29日、肺がんの合併症により、テキサス州アーリントンの自宅にて死去。78歳没。ウェイン・カーソンとジョニー・クリストファーとマーク・ジェームズの三者の共作により、日本では前出のエルビス・プレスリーやウィリー・ネルソン、他にも、 ペットショップボーイズの代表的ヒット曲として知られる Always on my mind, always on my mind はこの BJ Thomas が1970年に最初にレコーディングしたことで知られている。ただし BJ Thomas は同曲をシングルとしてリリースしなかったためチャートに入ってはいない。What, John, the music never gets old for Thomas, the advocate, ピアニッシモに http コロンスラッシュスラッシュ www.nitheadvocate.com スラッシュエンターテインメントスラッシュミュージックスラッシュ 5691606.html2007 年2月20日閲覧1974年にはブルースウェイドによりカバーされてビルボードのホット100で1位を記録するヒットとなったベイポップ カントリー歌手の BJ トーマス、ステージ4の肺がんを公表。ミュージックライフクラブ、https コロンスラッシュスラッシュ www.musiclifeclub.com スラッシュニューススラッシュ 202103240HTML2021 年5月30日、閲覧。BJ トーマス、フーサング、レインドロップス、キープフォーリン。 オンマイヘッドダイズアット七十八ワシントンポスト httpsww w ワシントンポストドットコムローカルアビッチャリーズ BJ トーマスデッド二千二十一零五二十九 QC 四十六フェ四十二から八キャドマイナス十一 EBA 六ビット D マイナスレ EB 九十一 C レイ三三零五 A ストーリー html2020 年5月31日、閲覧。雨に濡れても、フックドーン、A フィーリングベーシンガーの BJ トーマスが死去。アマス、https amass.jp スラッシュ147575スラッシュ,ュ,ュ2021年5月30日、閲覧。ありがとうございます。